皆さんこんこにちは加藤です今回は m 1グランプリでペコパがですね敗者復活戦の中で一番面白かった件についてお話ししたいなと思いますいやマジでねぺこぱめちゃくちゃ面白かったっすよねもう最高もう笑いが止まらないぐらいですねぺこぱ面白かったですでね僕ネタ見てないんですよぺこぱのネタは見てないんですよ何でかっていうとあいつらクソもんないじゃないですか もうねあの去年の「M‐1」もそうですけど普段ねテレビなんか出てるの見ても笑うところが全くないんですよ、ね、う笑うところゼロ、ね、もう芸人としてゼロ点なわけですよなんですけども、まあ、クソガキ相手にですね受ける笑いっていうのかな浅い笑いをとってですね、まあ、人気を得てるわけで、まあ、俺らみたいなおっさんは笑えるレベルの,、ね、あの漫才やってないわけですよだから勝てるわけないと敗者復活で勝てるわけないと思ってたわけですよなんだけど ペコパがね、好きなファンたち、クソガキたちはですね、ぺこぱが敗者復活で勝つことをね、本気で願ってたわけじゃないですか。ね、面白いでしょ。無理だよって。ねできるわけねえじゃんっ,つって。そのペコパの漫才が面白いんじゃなくて、ぺこぱのファンたちが本気で敗者復活で、ね、勝ち上がると思ってたことがもうめちゃくちゃ面白いなと、僕は思いました。はい、今回は以上です。クシュ